ワンに浮かぶ島の一つプリモリエゴルスキ、コタル群に属する。クルク島か、イストリア半島からのフェリーで行くことができる。島の面積は405.78平方キロメートルで、ダルマチア諸島最大の島クルク島とほぼ同じ大きさである。人口は3184人。ツレス島と近くのロシニ島はかつては一つの島だったが、 海峡によって隔てられ、現在は、ツレスの町をソルトの間に橋が架かっている。ツレス島には、淡水湖ブラナ湖がある。ツレス島には、旧石器時代から人が住んでいた。後に、ローマ帝国の支配を受けた。ローマ帝国衰退後、数世紀にわたり東ローマ帝国に支配された。七世紀、クロアチア人が、ダルマチアの島々へ侵攻したが、 彼らは8世紀初頭に島々を手放した。822年前後にクロアチアイコール東、ローマ間の緊張が高まる中、クロアチアは独立国家を作った。866年頃、島民は最初のクロアチア・ベネツィア共和国の対立に見舞われた。ベネツィアは10世紀と11世紀にダルマチアの島々を支配下に置いた。しかし、 クロアチアは島々を取り戻し、その後数世紀にわたり、クロアチア、ハンガリー王国、400年間支配したベネツィアと支配者が変わることになった。ナポレオンボナパルトの勝利で、ベネツィア領の島々はオーストリアの領有となり、その後すぐに再びフランス支配へ戻った。ナポレオン没落後、オーストリアが100年ほどダルマチアの支配者となった。この時代に、 オリーブ、ージといった農業生産が島の成功のきっかけとなり、経済が発展した。第一次世界大戦後の1920年、ラパロ条約で連れ須島はイタリア王国領となった。イタリア支配は1947年まで続き、その年にイストリア半島と共にクロアチアへ譲渡された。イタリアから共産主義体制のクロアチアへ領有が移ったため、 多くの住民が島を離れることを余儀なくされ、農業は下り坂になった。このことは多くの植物の繁茂を引き起こした。最近はかつての島民が戻ってきて、農業と観光の両者の伸びから島の産業は活気づいている。島内には多くの町があり、島中央部を走る一本の道で全ての町村が繋がっている。この道路の一方の橋は、 本土からの船着き場で、もう一方は、かつては一つの島だったが、今は、水路で隔てられた、ロシニ島のマリロシニエの橋である。そのため、もしプーラ川からツレス島へやってくるとすれば、最初に到着するのは、ボロジュナの町である。ツレスの町は、都市のように大きく、中心部には、観光客がツレス島土産を売る店が集まっている。町は、 自動車の乗り入れが禁止されており、徒歩で移動しなくてはならない。狭い通りの多い、イタリア諸都市のような街並みである。スレス近くにはマリーナがある。スレス港淡水湖で、水泳と釣りが禁止されており、監視が厳しい。路地に自前も飲料水を供給している。東欧でも、深い湖の一つで、最深部は76メートルに達する伝説によると、 ブラナコ定には、城があるという。城には裕福な姉娘が暮らしていたが、貧しい妹娘に金や食べ物を恵んでやろうと、しなかった。そのため姉娘は、激しい雷雨で城を水に沈められるという罰を受けた。嵐が去った後に、ブラナコが、新たにできていたのである。この話には、続きがあり、今でも風の強い日に耳を澄ませば。 主郎の鐘が鳴るのが聞こえるという。ロラン・シュミット、ジェンズ・ミューラー、ルース・ドレッシャー、シュナイダー、ロバート・クリーザイ、クリスティナ・セラクセンスカ、アンテ・バリック、チェンジズ・イン・レイク・レベルトロフィー・アット・レイク。ビラナ、エーラージ・カースティック・レイク、オン・ザ・アイランド・オブ・クレス、ウィズ・リスペクト・ツ・パレオ・クライメート・アントロプジェニック、インパクツ・デューリング・ザ・ラスト・アプロークス、16、 レ零レイヤーズ、ジェイリムノール、五十九、二千、百十三から百三十、ニクレス・ルージュジ、ストロー・リング、スルーザ・アイランズ・アド・アイレッツ・ネーダー・マブルビック、ネレジネ、千九百九十七、テレバリーナ・ディー・オー・ネレジネ。ありがとうございます。